それで役員連絡会の概要について報告をさせていただきます。まず私の方から、安倍元総理の国葬儀について、本日安倍元総理の国葬儀が、執り行われる。安倍元総理は8年8ヶ月にわたる、憲政史上最長の在任期間中、アベノミクスによる経済の再生、東日本大震災からの復興、地球儀を俯瞰する外交など幅広い分野で大きな功績を残されてきた。海外からも210を超える国と地域から700名の弔問客が参列する予定であり、こうした弔意に礼節をもって応える国葬儀としたい。また国連総会について先週岸田総理がニューヨークを訪問した。国連総会の一般討論演説ではロシアによるウクライナ侵略を強く非難し、安保理改革の必要性を訴えた。またニューヨーク証券取引所でも演説を行い、新しい資本主義によって豊かで活力あふれる日本を目指す決意を示し、我が国への積極的な投資を呼びかけた。臨時国会についてでありますが、来週3日から臨時国会が始まる。我が国は物価高、世界経済の減速という厳しい課題に直面をしており、また国際社会もウクライナ情勢の緊迫化が続くなど厳しい情勢にあります。山積する内外の課題に全力で取り組み、日本経済の再生につなげる国会としたい。引き続き緊張感を持って臨んでいくようお願いしたいと申し上げました。高木国対委員長から、明日11時に議運理事会を開いて、官房長官から臨時国会召集の伝達を受ける。会期については現在調整中である。議運での協議となりますが、3日月曜日に開会式と所信表明演説、1日置いて5日水曜、6日木曜に代表質問となる見込みと、先の国会で積み残しとなっていた経済産業委員会の一般質疑について30日金曜日に閉会中審査を行う方向で調整しているということです。野上参議院国対委員長から、農林水産委員会は昨日豪雨災害による農産物被害の実情調査のため山形県に視察を行った。議運は明日11日に理事会を開き、官房長官から次期臨時国会の召集の伝達を受ける予定。両方とも11時って書いてあるな。ちょっと時間は衆議院も参議院も11時と言ってんで、どっちかが多分違うかもしれないんで、ここはまた改めて確認をします。次期臨時国会は、法案の出口を預かる参議院として、衆議院と連携を密にして対応していくのでよろしくお願いする。13時かな、参議院は。ちょっと時間を確認して改めて幹事長を通じて連絡をします。関口参議院会長から、来週にも召集が見込まれる臨時国会に向けて衆議院としっかり連携しながら準備を進めていきたい。また本日の安倍元総理の国葬儀については生前のご意向をしのびながら参列したいと思う。世耕参議院幹事長からは、本日の安倍元総理の国葬儀が、本日安倍元総理の国葬儀が執り行われるが、哀悼の誠を捧げる厳粛な一日にしたい。臨時国会では岸田総理が指示された景気対策に伴う補正予算や重要法案の審議が予想され、緊張感を持って取り組んでいきたい。森山国対委員長からは、選対委員長からは、選挙対策委員会としては今週29日木曜日に新体制となって初めての政府委員長打ち合わせ会を開催をする予定。新役員の顔合わせとともに
本年と来年に行われる各級選挙の日程や準備を確認し、今後の重要選挙を勝ち抜くための体制づくりを進めていきたい。萩生田政調会長からは、今週の精神は29日木曜に開催をする、臨時国会提出予定法案審査を行う、来週は10月4日火曜日を予定している。また総合経済対策に関する総理指示が9月30日に示されることを踏まえ、同日午前中に政調政府会長部会長会議を開催をする。各部会に対し取りまとめるべき対策の方向性や日程感を共有し、本格的に議論を進めさせたい。遠藤総務会長から、本日は安倍晋三元総理の国葬儀が行われるので、総務会は開催を行わない。次回の総務会は10月4日火曜日11時に開催することを予定している。こういう話がありました。私から以上です。では質問に参ります。ウェイさん。朝日新聞の上見です。安倍元総理の国葬儀についてお伺いさせていただきます。党はこれまでも政府が国民に丁寧な説明をしてほしいというふうに求めてきました。マスコミの世論調査では反対側賛成を上回る中での国葬儀となりますが、幹事長、現状この現状をどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。マスコミの世論調査の結果については、承知をしております。そういったことも踏まえですね、岸田総理、国会であったり、また会見においてもですね、丁寧な説明、対応に努めてこられたんだと考えております。先ほど申し上げましたが、安倍元総理、国内外における幅広い分野で大きな功績を残され、今回の国葬儀、210を超える国と地域から700名の弔問客が参列する、こういったことも踏まえですね、個人への敬意と弔意を表す国の儀式として行うこと、改めて適切であると考えております。他にご質問はよろしいでしょうか。すみません、毎日新聞の花澤です。国葬の関連で伺います。自民党の村上誠一郎議員が国民の6割以上が反対していると国葬の欠席を表明しました。村上議員からは自民党内から処分を求める声もありますが、幹事長の受け止めをお願いします。ここの議員の、外部での発言について、今この場で私からコメントをすることは控えたい、こんなふうに思います。その上で、自民党はですね、自由な意見が言える、非常に開かれた政党であるのは確かであると思っています。一方で個人の関係といいますか、そこにはやっぱり一定の同じ仲間としての信頼感であったりとか、また目上の方であったりとか、お亡くなりになった方、こういう方に対する礼節というのは大切にする必要がある、このように考えています。日経新聞の旧統一教会の関係を伺いします。自民党としての国会議員からの追加報告のについて、集計結果の公表時期が一部報道で今週の30日と出ています。現状の見通しを。先日もですね、時期を見て公表したい申し上げました。その考えに変わりはありません。ただその上で申し上げますと、今まで、追加報告、もともと今回のですね、調査といいますか、集計、アンケート、これを行う時点から、追加があったら、その報告を、追加でお願いしたい、こういうことを申し上げておりましたので、そういった方針に沿って、追加が出たものについては報告を上げていただいていると考えております。膨大な数が上がっているとは聞いておりません。
また追加報告によってですね、9月の8日に皆さんに公表し、また説明もさせていただいた全体像に変化が出ている、こういう報告も受けております。